ツングースカ大爆発の一ック探検隊による写真一方向に樹木がなぎ倒されている。ツングースカ大爆発は1908年6月30日7時2分頃、ロシア帝国領中央シベリア、エニセーガー支流のポドカメンナやツングースカ川上流の上空で隕石によって起こった爆発である。ツングースカ事件とも言われる。落下した隕石が大気中で爆発したために、 強烈な空振りが発生し、中心地と目される場所から半径約30から50キロメートルに、渡って森林が炎上し、東京都とほぼ同じ面積の約2150平方キロメートルの範囲の樹木がなぎ倒された。1000キロメートル離れた家の窓ガラスも割れた。爆発によって生じたキノコ雲は、数百キロメートル離れた場所からも目撃された。 イルクーツクでは衝撃による地震が観測された。爆発から数夜にわたってアジア及びヨーロッパにおいても夜空は明るく輝き、ロンドンでは真夜中に人工投下なしに新聞を読めるほどであった。地面の破壊規模から見て爆発した物体の大きさは当初3メートルから70メートルと推定された。爆発地点では地球表面にはほとんど存在しない元素のイリジウムが 検出された。破壊力は TNT 火薬にして330メガトンと考えられていたが、後ほど5メガトンほどと訂正された。居住地から離れたタイガーの奥地であるため、人的被害は公的には確認されていないが、遊牧民のキャンプが吹き飛ばされるなどで死傷者が出たと、する伝聞が残されている。また非常に僻地であるため、漁師やキコリなど発見されなかった犠牲者がいた。 可能性もある。爆発が起こったのは、第一次世界大戦やロシア革命の数年前、かつ日露戦争を終えて間もなくという時期だったことから、ロシア国内の社会は非常に混乱しており、現地調査はしばらく行われなかった。初めての現地調査は、爆発から13年、ソ連成立後の1921年に、鉱物学者、レオニード・クーリックを中心とする。 ソ連科学アカデミー調査団によって行われた。クーリックはツングースラから聞き取り調査を行い、落下する火球が目撃され、衝撃音は二十数回続いたことを確認した。イノケンチースースロフも1927年に聞き込み調査を行い、当時森林で火災が発生したことを報告している。その後、クーリックは4度の探検を行った。1927年助手。 GP 牛力引と共に大規模な倒木地帯の中心を発見する。1928年、狩猟学者、動物学者、作家の VA 水人と共にスースロフのロートの時期を測定するが、鉄隕石が落ちた証拠は見つからなかった。1929年、天文学者の EL クリノフと共にスースロフのロートを排水して調査するが、隕石の破片は見つからなかった。 1939年、有事の絵沼の調査。1940年、有事の絵沼の調査。クーリックは落下した天体は隕石であると考えていたが、4回の探検では、クレーターや隕石の破片など、隕石落下説を裏付ける証拠は発見できなかった。1946年には、ロシアの SF 作家、アレクサンドル・カザンツェフが、 爆発は地球に墜落した異星人の宇宙船に積まれた各爆弾によるものであるという内容の小説、爆発を発表した。これを受け、トムスク大学の研究員などを中心とした総合自主探検隊が結成される。後に、クスは現地で数回の残留放射能の測定を行うが、検出されず、火山セフの説は否定された。その後1960年代に入ると、 本格的な探検調査が行われるようになった。倒木の倒れている向きなどの綿密な地図が作られたことで爆心地や爆発力、入射角、爆発時の速度などが推測された。また、1999年にはイタリアの科学者チームが爆発の爆心地と想定される地点から約8キロ北にあるチェコ,コの調査を行い、衝撃等の痕跡からその湖の船員が この爆発によるものであることを証明したと主張しているが、異論、反論もある。2007年、米サンディア国立研究所の研究チームが、スーパーコンピューターを使った解析による検討を発表した。解析によると、隕石自体は、従来考えられたサイズより小型であり、広範囲の被害は、大気中でのエアバーストが原因とされた。2013年、ウクライナ、ドイツ、 米国の科学者のグループが当時のデータンの地層より隕石を構成していたと見られる鉱物を検出した。これによって爆発は隕石が原因だったと特定された。発見されたものはいずれも炭素の元素鉱物であるロンズデーライト、ダイヤモンド、石木の混合物でロンズデーライトの結晶中にはトロイリコウとテイナイトも含有されていた。ロンズデーライト、トロイリコウ、 テイナ内とは地球上にはほとんど存在しない鉱物であり、これらは隕石が落下したことを指示する証拠として十分である。爆発の衝撃波と斜めに高速移動した衝撃波とが合成された衝撃波によって爆発の後は羽を広げた蝶のような形をしている。そのため爆発跡の形はツングースカバタフライと呼ばれている。また落下地点の周辺で樹木や 昆虫の生育に異常が見られた。具体的には、成長の停止、逆に異常な速度の成長、新種の出現など、爆心地付近に、スースロフのロートと名付けられたおうがある。レオニード・クーリックは衝突クレーターと考え、im スースロフにちなんで名付けたが、実際は、氷雪地形の一種のサーモカルストである。隕石港が形成されず、 隕石の残片などが長く発見されなかったので、過去には下記のような説が唱えられた。水星、小惑星爆発説爆発の規模から地球に落下した、質量約10万トン、直径60から100メートルの天体が、地表から6から8キロメートル上空で爆発、跡形なく試算したとされる。落下した天体の正体については、諸説あるが、計算円鉱物を含むと言われ、 水星化小型の小惑星が有力視されていた。なお、隕石の落下については、当然見つかるはずのてっぺんや岩石片を発見できなかったため、可能性は低いと見られていた。ガス噴出説2008年7月に、ボン大学の物理学者、ボルフガング君とは、水星や小惑星を原因としない新説として、地表の奥深くに溜まったメタンを多く含むガス1000万トンが、 地上に紛失したという説を発表した。金星王島なし、スタニスワフレームツングースカ大爆発は、金星人の無人探査船が墜落したものであったと、する。黄昏に帰る、三つ星流ツングースカ隕石が、超古代に難破した、地球外の知的生命の宇宙船が爆発したもので、あったとする。ただし、世界観を共有する短編、流星2505年では、 ツングースカ大爆発は26世紀のタイムマシンの作用の結果だということが示唆されている。ブラックホールとロリポップ、ジョン・バーリー、八世界シリーズの一編。ツングースカ大爆発は地球を貫いた小型のブラックホールが引き起こしたものとしている。盗まれたハネムーン・柴田正弘ツングースカの謎の爆発事件が、実は事故でコントロールを失った宇宙船の墜落事故であり。 その生き残りの女性ミュウが子孫の中に自身の意識を滑り込ませて72年後、救助の到来をシリキの主導権を奪い帰還しようと企む。ツングース特命体山田正樹ツングース隕石は人類に代わる第二の知的生命体の進化を促すために地球外から送り込まれたカプセルであり、ツングース川上流の地下に広がる地の国にまで落下したものとされる。 2001夜物語、星の雪の舞台8は、悪魔の星にて、ツングース海遺石は半物質からなる太陽系。第10番惑星、魔王星から飛来したものであり、大気と大消滅を起こし空中爆発したという仮説が示される。ドグママグロカジオマサハルツングース爆発は、多次元世界のほころび、ツングース体による多重層平行宇宙の接触事故によって発生したものとされる。 運命のタロット皆川か歴史の改変をかけた構造において対象とする歴史上の事象として扱われる作品中最大規模の戦いであり複数の主要登場人物がこの際に命を落とす大札の協調佐藤大輔・ツングースカ隕石は墜落した地球外生物の宇宙船であったという設定脱出し地球各地に分散した地球外生物の技術をめぐり 1945年のドイツ・ベルリン南東の田舎町で死闘が繰り広げられる第二次宇宙戦争マルス1938イ吹、秀明、宇宙戦争のパスティーシュ、ツングース大爆発は再度の地球侵略を狙う火星人があらかじめ送り込んでいた戦闘機械の落下によるものとされる逆光トマス・ピンチョン下官356ページ以降ロシアの飛行船ボリシャー・シャイグラ号は 上空から爆発現場を視察し、地球外や時間外から来た物体が引き起こした爆発と推測する。主人公の一人、キットトラバースは、信用樹林帯を移動中に大爆発に遭遇。それが、4元数兵器の発射によって引き起こされた可能性を推測する。レジスタンス人類没落の非1908年に、ロシアに落下した隕石によって、そっと宇宙からもたらされた。 キメラウイルスが蔓延し、キメラへと変異した人間の増殖とウイルスのパンデミックにより、ロシアが壊滅する。1940年代後半に、旧ロシア地域から出現したキメラによる破竹の侵略により、世界各地が蹂躙され、人類が滅亡寸前に陥る。ツングースカの隕石落下を分岐点として、世界大戦が勃発していないなど現実とは異なる。歴史を辿っている。 世界観を持つ、ケロロ軍曹第229は、サブロークルル静かの戦いでありますにて、1908年に起きた爆発の原因が、クワイエット星人によるもので、地球人が、その爆発を防いだ痕跡が、ツングースカバタフライであるとされている。放映当時ツングースカ大爆発の100年目であり、作中のテレビ番組でも、特集として取り上げられていた。 トリック劇場版ラストステージ村の離れに住む呪術師は告げる世界の終わりに類似した怪現象として扱われるほか物語の結末を左右する要素の一つとなっているコンクリートレボルティオ超人幻想最終話において登場人物の一人の来歴がツングースカ大爆発に起因するものであったことが明かされるウルトラマンオーブ第一話冒頭 ウルトラマンオーブとマガゼットンの戦いの余波で、周りの森林が大爆発を起こし、一人の少女が巻き込まれた、ルサール化大爆発が起きている。その年号が、ツングース化大爆発の起こった年と同じ西暦1908年で、ある。ありがとうございます。